ご理解してくださるのです。理事長、学園にいる間は愛称で呼ばないようにとあれほど。了解、ふーみん。理事長、別にいいじゃん、学生時代からの知り合いなんだしさ、共に学んだクラスメートでしょ。今さら改まってふみこ豆柴シェパード先生だなんて他人行儀でなんかよ。なぜフルネームなのかはこの際いいでしょう。学生たちの模範となるべき講師が慣れ合うのはいかがなものでしょう。講師のけじめはきちんと分けるべきです。かったいな、昔っから変わんないね、ふみは。そうなんだから、彼氏いない歴イコール年齢なんだよ。理事長にだけは言われたくありません。いやいや違うってば、私は彼氏ができないんじゃなくって、わざと作んない派だし。とてもそうは思えませんが。ん、鼻で笑いやがったね。いやいや本当だってば。だってなんか超めんどくさそうじゃない。貴重な時間を相手のために割くとかありえないでしょ。貴重な時間、寝ているかお菓子を食べている姿しか見たことがありませんが。超貴重じゃん。睡眠と食事は生きていく上で欠かせないし。どうでもいいくだらないことで話が大幅にずれましたが、元に戻しても。あ、そうだそうだ、それでなんだっけ。ですからこのままでは非常に良くないという話です。何が？フーミンの今期がのびのびなこと。今度その手の話題を持ち出したら裸にひんむき屋上から逆さづりにします。この人目がマジだよ、ほんと昔から冗談が通じないんだから。わかってるってば、学園の経営がヤバいって話だよね。その通りです。大正元年に創設されて以来、世界的に有名なパティシエ、菓子職人を幾人も輩出した名門校。日本国内だけではなく海外にも分校を持ち、毎年入学希望者が殺到するほどのブランド力を誇ってきました。最新の設備とカリキュラム、成績優秀な学生には留学制度もあり、同校の学生たちは業界でも引く手あまた、誰もが憧れるポチタマパティシエール学園と呼ばれていたのも。過去のこと、かつての輝かしい栄光は遠い彼方。今年度の入学希望者数は過去最低、来年度もどうなるか。このままでは路頭に迷うのもそう遠くないでしょう。まあ時代の流れってやつだよね、少子化ってやつ。どうしようもないよね。あは、これおいしい。おしるこ味のポテチってどうかと思ったけど、いけるいける。ふみも食べる？真面目な話をしているんです。お菓子など食べている場合ではありません。せっかんしますよ。いやでもさ、どうしようもなくない？仕方がないってば。仕方がない？なぜこのような現状に陥っているのか、その理由に心当たりがないと。ないね。あなたのせいですよ、あなたの。いやいや何言ってんの、ふみ。私は何もしてないってば。そう、あなたは何もしていない。お菓子を食べ昼寝をしているだけ。学園の運営に力を入れないどころか何もせず、数多くあった行事やイベントを面倒いの一言で廃止。業界最高峰と言われた講師陣は呆れ果て、皆学園を去ってしまいました。お母様である先代理事長は大変優秀な方だったというのに、あなたと来たら。私だけの責任かな。私をサポートするのもフーミンたちの仕事でしょ。それに関しては己の力の至らなさを恥じるばかりですが、聞く耳を一切持たなかったのはどなたでしょう。誰かな。わからないというのなら教えて差し上げましょう。あなたですよ、
猫玉ルイ理事長。顔が近いって目が怖いってば。これまでの行いを改めていただけないというのであれば、こちらにも考えがあります。考えって何？これまでのすべてお母様に報告し判断を委ねます。わかった、何とかしよう、うん、しようしよう、超しよう。その言葉に間違いはありませんね。ないです。報告なんかされたらどんな地獄が待っているか、考えただけでおしっこちびりそうだよ。では具体案を考えることにしましょう。絵に描いた餅で終わっては話になりません。はいはい、一個アイデアがあるんだけど。何ですか？あれ復活させようよ。あれ、どう？だからあれだよ、あれ。この時期といえばあれしかないじゃん。なるほど、当学園を世間にアピールするにはうってつけのイベントかもしれません。ですが果たしてうまくいくでしょうか。もう何年も行っていない上に世間の注目度が地の底まで落ちた今、成功する確証はどこにも。じゃあ何もしない？この世に絶対なんてないよ。考えるよりも行動しよう。そうですね、確かにその通りです。それにさ、学園の状態がどうだって優秀な子はいるよ。本当にすごい子は周りに左右されないもん。現に学園創設以来の天才くんだっているわけだしさ。健太、そういうわけだから各校から優秀な学生を選抜してくれるかな。これまでと同じく夏休み初日から始める感じでよろしく。わかりました、すぐに手配いたします。うーん、働いた働いた。真面目モード発動したら超疲れちゃったよ。少しお昼寝しよっと。寝るな。次、犬飼い。はい。どうした、緊張しているのか？だってこういうのしたことないもん。そのための研修だ。反復し体に染み込ませろ。これって必要なの？パティシエなんだもん、美味しいデザートを作れればいいと思うけど。必要だからしている。不服だというなら荷物をまとめて帰れ。不服じゃないよ、どうしてかなって思っただけだもん。まだお兄ちゃんと会ってもないのに帰れないよ。なら死の者言わずやらないか。後が仕えている。分かってるってば。スマイルだよ、しののちゃん。ほら、深呼吸して。深呼吸、深呼吸。いい感じ。さあ、行ってみようか。いらっしゃいませ。ビーンズパピーへようこそ。噛んじゃった。フランス校一の天才も接客に関してはまだまだだな。だからしたことないんだからしょうがないよ。お客様に対して同じ言い訳が通じると思っているのか？せっかく数年ぶりに再会したのにお姉ちゃん全然優しくない。え、二人って姉妹なんですか？でも名字が、複雑な事情があるんですね。すみません。勝手に複雑な人間関係を構築するな。私と篠野、犬飼いはただの公園だ。そうそう、お姉ちゃんお兄ちゃんと私の3人で子供の頃よく遊んだよね。へえ、そうなんだ。これ以上思い出話で花を咲かせるつもりはない。それと学園内では先生と呼べ。はい先生。次、猫花、本校生の力を見せてみろ。はい。いらっしゃいませ、にゃんかてへようこそ。元気があってよろしい。
声が腹の底から出て非常に聞き取りやすい。さすが家業の手伝いで接客は慣れているな。コロちゃんのお家も何かお店をしているんですか？うん、パン屋さん。もってことは、ひななちゃん家も？はい、洋食屋なんですよ。そうなんだ。だけど二人ともパティシエ家だなんて、家業役に立ってないね。本当ですね。この流れだと、他のみんなの家も何かお店やってたりして。創業明治14年、京都の老舗洋菓子店フラワーズといえば有名ですわ。地元では確かに有名ね。自分の家が全国区だからって偉そうに。別に私が偉いわけではないわ。まこちゃんのお家ってそんなにすごいんですか？猫の家という名の和菓子屋よ。猫の屋？私デパ地下に行くたび覗くけど、いつも行列できてるか品切れてるよね。すごいのはあくまでも猫の屋であって誠ではありませんわ。そう言ったはずだけど。今に見てらっしゃい。私の力で立場を逆転させてみせますわ。そう、頑張ることね。その余裕の態度、昔から腹が立ちますわ。二人ってお付き合い長いんですか？家が向かい同士なのよ。物心ついた時からの付き合いよ。好き好んでお迎えになったわけではありませんわ。みっちゃんのお家はどうですか？みっちゃん？みちおちゃんだからみっちゃんです。期待に背くようで申し訳ないが、我が家は何もしていない。父は普通のサラリーマン、母は専業主婦だ。そうなんですね。それにしてもみっちゃんは美人さんですね。普通だと思うが。そんなことありませんよ。凛々しい顔立ちでスタイルだってこんなに素敵なんですから。そうか、ありがとう。なぜ腕にしがみついてくる？ただのスキンシップですよ。いや、しかし腕に胸が当たって。女の子同士なんですから恥ずかしくないですよ。そういうものか。そういうものですよ。いつまで無駄話をしているつもりだ。どうも先ほどから緊張感に欠けているようだな。自分たちがなぜ招集されたか理解しているか？何年か前まで行われていた伝統の試験をするためですよね。その通りだ。諸君には今から数日後より本校内にある2つの店舗を使い、実際にお客様を入れて店を経営してもらう。それってこのビーンズパピーと隣にあるニャンカ亭でってことだよね？その通りだ。一つ質問しても？なんだ？試験を行うことに異論はないが、夏休みを返上してまで行うメリットが我々にあるのか問いたい。ですわね。おかげで予定が台無しですわ。今学年すべての試験の免除、無条件での進級および卒業、代休として好きな時期に1ヶ月の休暇を約束しよう。試験の免除、なーにそれ、最高じゃない。加えて最終的に優秀な成績を残した者2名を選出し MVP とする。 MVP には理事長が何かしらのご褒美を与えるとのことだ。何かしらとは何かしら？詳細は不明だ。ただそれに関しては正直期待はするな。何でも構いませんわ。 MVP とはすなわち最も優秀だった者に与えられる最高の名誉。この私が誠より優れていると証明できる機会が巡ってきたのですから、これ以上のことはありませんわ。今回の試験は必ず諸君のためとなるはずだ。世界で活躍する卒業生たちも皆通ってきた道だといえば、その重要性も少しはわかるだろう。
今一度自分たちがこの学園の門を叩いた理由を、目指すべき未来を思い描き精進するように。学園の門を叩いた理由か。私はちょっと不純なんだよね。わかりました。この学園に入れば好きなだけお菓子が食べられると思ったからですね。それはちょっと違うかな。好きな相手がいたから。推し、好きな人が翌年入学してくるって知ってたからかな。なるほど。コロネさんの思い人は一つ年下、つまり私と同じ年なのね。ねえ、不純でしょ。ナナも同じですよ。そうなんですの。はい、ずっと好きな人がいて、その人を追いかけて。動機はどうあれ、こうして代表に選ばれるほどなんだ。相当の努力を積んできたのだな。全然まだまだです。もっと頑張らなきゃ。お互い試験も恋も頑張ろうね。はい。それにしても、あいつはどこで何をしているんだ。召集は昨日だというのに連絡もよこさないとは。私たちの他にまだ誰かいるんですの。うん、学園始まって以来の天才と言われるほどの逸材だ。ただ放浪癖があってな。今回の試験を成功させるためにはあいつの力が必要と判断したのだが。それってまさか。やっと来たか。やっぱり健太くんだったんだ。お兄ちゃん、健太、家主くん。家主。あ、ケンちゃんだ。お久しぶりです。みんな知り合いなの。戻りました。おちゅかれふみ。何をなさってるんですか理事長。働いてるように見える。全く見えません。正解。面白い動画あったから見てたんだよ。これ超ウケるよね。動物を使ってこんなに面白いのが撮れるんだ。今度やってみようかな。そういえば選抜メンバーって全員揃った？はい、先ほど音信不通だった家主健太が合流し全員揃いました。家主健太くんか。海のいとこだったよね。それが何か。
いやちっとも似てないなって思ってさ。フーミンって昔から超真面目じゃん。なのに彼ってば超ダメダメだもん。ほとんど投稿してこないしさ、なんで入院したのってくらい出席日数足りてないじゃん。その点に関しては返す言葉もありません。試験や定期品評会でありえないくらい優秀な成績取ってるから目をつむってるけど、ほんとありえないよね。なんて働いてない私が言うのっての。笑い事ではありません。働いてください。だけど本当にありえないのはその才能だよ。出席日数の足りなさなんかどうだっていいって思えるほどのスキルとセンス、今の時点で学生のレベルをはるかに超えちゃってんだもん。末恐ろしいよね。そりゃ学園史上一番の天才って言われちゃうよね。まあそんな天才くんもいることだし、計画の成功は間違いないっしょ。この世に絶対などありません。楽観的な考えは押してください。いやいや私は信じてるだけだよ。健太くんの我が校の学生たちはみんな優秀だって。それにさ、悲観的に考えるより楽観的に考える方がいいっしょ。それはそうですが、果たして目論見通り行くでしょうか。選抜試験、全国から成績優秀な学生を集め行われる登校伝統の行事。お客を入れて行われる実地スタイルの試験で、現場を経験させることによって講義では得られないものを学ばせる場。この試験のいいところはみんながウィンウィンなところだよね。確かに未来の有名パティシエやお菓子職人の作品を食べられる機会と遠くからお越しになる方もいるほど。それだけじゃないよ。あ、お互いのチャンスだって業界関係者もたくさんやってくるし、そのにぎわいに引き寄せられてメディアの取材も殺到。そうなったらもっとたくさんのお客がやってきて、学園の名前は全国にとどろきまくるさ。そうなったら勝ちだよね。来年度の入園希望者は殺到だよ。てか実際そうやって学園は大きくなってきたんだしさ。ではなぜ登校が現在このように厳しい局面に追いやられているかもご理解できますね。ん？なんで？なんか面倒いという理由だけで理事長が選抜試験を廃止にしたからです。もちろん他にも星の数ほど理由はありますが、一番の原因はそれです。だって面倒いし。でもさすがにそんなこと言ってられるような状況じゃないよね。このままじゃ私のダラダラ生活も終わっちゃいそうだし。とはいえここ数年で落ちに落ちた知名度を考えると、お客様が来てくれるかどうか。大丈夫大丈夫、なるようになるしょ。だといいのですが。というわけで最低限の研修が終わったら速攻で始めるよ。では私は試験の復活、ヤンカ亭とビーンズパピーのオープンを関係各所に告知いたします。よろしくね。お邪魔しまーす。ん？ちょっとおしゃべりしようかなって。今大丈夫だった？いいなー、ここって一人部屋なんだ。こっちは三人部屋、まことちゃんとひななちゃんと一緒だよ。二人とも面白い子だから退屈はしないかな。
親睦を深め、チームワークを強化するためらしいよ。うん、それそれ。本当だよ。食堂にある食材を自由に使って食べなさいって。ついでに今日来たばかりのケンタ君に教えておいてあげる。お風呂は3階にあるんだけど、1つしかないから男女時間で入れ替え制ね。女子は19時から21時、ケンタ君はその後ね。ちょっと遅い時間になっちゃったけど、ごめんね。そうなの？なるほどね。まったくだよ。3ヶ月も音信不通だなんて、さすがに心配するよ。ほとんど授業にも出ないで武者修行に行っちゃうんだから。普通の学園だったら 100% 単位足りなくて留年だよ。そんな人ごとみたいに。それで今回はどこで何を習得してきたの？どんなお菓子なのか全く想像がつかないね。それにしても沖縄って本当、日本全国どこにでも行くね、君は。究極のお菓子か。ほんと子供みたいなんだから。だけど健太くんらしい。で、話は変わるんだけど、他のみんなと顔見知りなんだよね。そうなんだ。それで抜け駆けは許しませんわ。その言葉そっくりそのまま返すわ。1年ぶりの再会だというのに淡白なものね。そうね、熱い抱擁で出迎えて耳元で愛をささやくなんてどうかしら。まことちゃん、まことの世まいごとになど耳を傾ける必要はありませんわ。世まいごととは心外ね。寝言は寝てから言うものですわ。どこがですの？コロネさん、部屋にいないと思えばここにいたのね。え？なるほどね。どうやらあなたもライバルのようね。ライバルって決まっているでしょ、恋の。ストップストップ。何をそんなに慌てているの？何って、そりゃあれだよ。あれ、なんということですの。まことだけでも目障りだというのに、障害がさらに。あなたさんまで。期待していなかったけど、あまりの言葉ね。あなたの顔を見たくて来た。それ以上の理由が必要？まことなどと同じくくりにされたくはありませんが、おおむねその通りですわ。こうしてお会いするのも1年ぶり。積もる話もあるというもの。あの時より背も伸びて、すっかり男らしくなったわね。ありがとう。ケンタにそう言われるのが一番嬉しいわ。私はどうですか？
しょう。自分では分かりませんわ。私には一度も綺麗って言ってくれたことないのに。何も。遊びに来ました。私は別に話すことなど何もない。強引に連れてこられただけだ。あらあら、数年ぶりに再会するお知り合いなんですよね。それなら積もるお話もあるんじゃないですか。私はたーっくさんありますよ。ない。こいつと同じ空気を吸っていると思うだけで気分が悪い。嫌われたものね。気軽に人の名を呼ぶな、うつけ者。よくノノだってわかったね、お兄ちゃん。って、なんでみんな集合してるの？何？やっぱりみんなケンタ君狙いなの？これはやばい。ライバルがこんなにいるなんて。猫花さんの好きな人ってやっぱり。だけど誰が相手だって絶対に負けないんだから。お兄ちゃん、お兄ちゃんが外に出ていくの見えたから追いかけてきちゃった。ねえねえ、どこかに行くの？ノノもついてっていい？全然いいよ。ノノ、お散歩大好きだし。そうだよ、好きだよ。気のせいだよ。それより行かないの？うん。懐かしい。昔よくここでお姉ちゃんと三人で遊んだよね。覚えてるよ。忘れるわけないもん。やっと二人っきりになれたなって思ったら嬉しくって。初めてだよ。なんかいつもお兄ちゃんの周りに誰かいるんだもん。そんなのノノだって一緒だよ。他の誰よりもお久しぶりなんだもん。そうだよ、兄ちゃんたら電話してもいつもいないし、手紙を書いても返事は遅いし、寂しかったんだから。もう子供じゃないもん。頭を撫でられたくらいで機嫌直すと思ったら大間違いなんだから。え、本当？本当に女らしくなった？それじゃ、のの、綺麗になった？綺麗な女の子と、可愛い女の子。お兄ちゃんは、どっちが好き？そっか。のの、何かした？本格的にやるようになったのはパリに行ってからだもん。頑
頑張ったんだかな。うん。ただいま、お兄ちゃん。友達も多いし、毎日楽しいよ。心配？あの日のこと、覚えてるの？じゃあ、その時した約束も覚えてる？お兄ちゃんのアンポンタン！信じられない！そこまで覚えてて一番大事なこと忘れてるなんてありえないもん！そうだよ！ノノの一生に関わるくらい大切な約束だよ！モノが言ったら意味ないよ。お兄ちゃんのアンポンタン、あんなにたくさんの女の子に慕われてるんだもん。ノノの約束なんてどうでもいいんだね。でも思い出せないのよな。見てて思ったけど、猫花さんと特に仲いいよね。二人と付き合ってるの？でも二人って学年違うよね。ふーん、それじゃ猫花さんとは何でもないの？わかんないなら別にいい。いいの？全然難しくないよ。シンプルだよ。わかってる？どんどん怒ってるんだよ。約束を思い出してくれたら治るよ。じゃあ思い出してくれるまで可愛い妹は封印するもん。ノノと仲良しでいたい？しょうがないから仲良くしてあげる。だけど完全に許したわけじゃないんだからね。そうしてね。ねえお兄ちゃん、で、つないでもいい？お兄ちゃんの手、大きくて暖かいね。先生と呼べ。ごめんなさい。まあまあ、いいじゃない。
けちゃうよ。僕は聞き捨てなりません。いや、その件に関しては後でじっくりお話ししましょう。やば、ガチで説教モードに流れ込んで。とにかく講師のけじめは大切です。親戚だからといってなあなあな態度を取っていては他に示しはつきません。ほんと硬いな。ありますね。そうなんだから、彼氏できないんだよ。あなたにだけは言われたくないと以前にも申したはずですが。そうだって。まったく。どうしたの？え、健太くん。ほほー、子供？それはもしかして私に言ってるのかな。ふーみーはどういう教育をしてるのかな。かな。それはご自身の問題です。あなたに権威を感じられないからこそ出てくる自然な言葉なのでしょう。おうおう、言ってくれるじゃない。家主くん、本当にこの方がどなたなのかご存じないのですか。小学生。呆れたものだ。開いた口が塞がらないとはこのことだ。信じられないかもしれないが、目の前にいるこの方は当学園の理事長だ。できたようだね。正真正銘、私が理事長様なのさ。確かに見た目は子供そのものだが、こう見えて私と同じ年だ。嘘ではない。気持ちはわかるがな。呆れたものね。高校生のくせに理事長も知らないだなんて。全くけしからんね、君は。この学園の支配者の顔も知らないなんて、どれだけ学園に来てないんだよって話だよ。別に支配させているつもりはありませんが。何にしても君は私に感謝した方がいいよ。私の権限で出席日数が足りないの不毛にしてあげてるんだからね。姉さんではない、先生だ。それと理事長が言っていることは本当だ。そうそう、君を買ってるんだよ。そこんところ分かってほしいね。うんうん、分かればいいんだよ。そろそろ本題に入ろうか。すでに説明はしてあるが、確認の意味を込めて改めて説明させてもらう。この1週間君たちには接客のいろはを学んでもらったわけだが、全ては本試験のため。試験内容は7名が2組に分かれ、学園敷地内にある2つの店を君たちの力だけで経営してもらう。いかに優れた腕を持とうとも現場を知らない人間は役には立たない。即戦力足りえるスキルを試験を通して身につけてもらう。これまで君たちはただお菓子をうまく作ることだけを考えてきただろう。しかし職人にとって大切なことはそれだけではない。それが何かは各自で見つけてほしい。ではそれぞれの店の割り振りを発表する。にゃんか亭スタッフは猫花、猫どまり、猫城の3名。ビーンズパピースタッフは犬飼、犬田、犬山の3名とする。女子に比べ今年は男子が不甲斐なく、結果家主しか男子がいない。どちらの店も男手は欲しいだろう。なので家主には双方の店を手伝ってもらう。どちらを手伝うかは家主の判断に任せる。だいたいそんな感じだよ。わかったかな、みんな。
制服を支給するよ。サイズに問題ないか試着してね。更衣室はあのカーテンの向こう側だ。受け取ったら速やかに着替えに向かえ。どうぞ健太くん。待て家主。更衣室はただカーテンで仕切っているだけで男女共同だ。女子が着替え終わるまでここで待て。先生だ。廃止になっていたのはここ5年ほどだけだしな。いや、残念ながらないな。それは私が老けていると言いたいのか。お着替え終わりました。いやらしい目でジロジロ見るな、汚らわしい。どんなつもりであろうと不快だ。どうかな、おかしくない？次第店に移動する。ようこそニャンカテ。うわー、かわいい。何これ。この1週間研修を行ってきたビーンズパピーとはかなり印象が違うだろう。同じ条件で試験を行うのかと思っていたけど、内装から違うのね。実はどんなお店かずっと気になっていたんですよ。向こうは落ち着いたおしゃれな店って印象だけど、こっちはとにかく可愛いね。若い客層にはこちらの方が受けは良さそうですよね。素敵。こんな可愛い店で働けるなんて、それだけでやる気出ちゃう。そうですね。可愛いという感想には同意見だが、先ほどから気になって仕方がないことが一つある。何ですの？なぜ大量の猫が店内にいるんだ？え、猫？どこどこ？わー、本当だ、かわいい。はしゃぐコロちゃんも食べちゃいたいくらいかわいいですよ。見たところ、いろんな種類がいるわね。お姉ちゃん、これってどういうこと？せいだと何の言えば。言い忘れたが、ニャンカフェは猫カフェだ。猫カフェ？そうそう、猫とお菓子によってお客様を癒す夢空間、それがこの店のコンセプトだから。というのは後付けの設定だ。試験を廃止し使わなくなったここに理事長が拾ってきた猫を勝手に飼い始めたな。追い出すのも忍びないので、この度猫カフェという形にリニューアルした。その通りだ。ただでさえ厳しい財政状況だというのに手痛い出費だ。食べ物を扱う店で猫とは、衛生的に問題は？審査も通ってるし問題ないよ。そもそもそんなこと気にする人は猫カフェなんかに来ないってば。そういうものか。一応納得はできた。みんな可愛いけど、特にこの子超可愛い。癒される。理事長、この子の名前は何ですか？ないよ、名前考えるの面倒いもん。つまりここにいる猫は全て名無しなの？じゃあ名前つけてもいいですか？いいよ。
それじゃあこの子の名前は、ちっちゃいからチャイ、チャイに決めた。いいの？もう決めたんだから。にゃー、本人も気に入ったって言ってるよ。くすぐったい。かわいい。首に巻きついてマフラーみたいですね。そうね、くすぐったいけどとても暖かいわ。マフラー？そのままだね。ご挨拶しなさい。にゃー。気に入ったようね。すごいドヤ顔。ひななさん、その子の名前はもう決まったの？はい、大福さんです。大福さん？白に茶の縁で美味しそうですよね。つけた方がいいのかなって思うよね。ぜひつけてあげてください。よし、ちょっと名前つけるからこっちおいで。よし、白いのがカイヤ、茶色いのがオルテカ、灰色のモルタね。何か意味ある名前なんですか？適当だよ、なんとなくの響きで決めちゃった。一区切りついたようだな。では店内の説明に戻らせてもらう。ドリンク類はそこのカウンターで用意し提供してもらう。また目隠しされているが、カウンターの裏側が厨房となる。フロアの内装とは異なり、厨房の作りは両店同じになっている。お菓子やパン、それに簡単な軽食程度なら問題なく作れるだろう。食材のストックが切れそうな場合は、事務室の隣の倉庫から必要な分を補充してもらう。さて、他に質問はないか？うん、ないようなので、にゃん家庭での説明を終える。引き続きビーンズパピーの説明を行うので、各自移動。無駄口を叩いている暇があるなら、言われた通り速やかに行動しろ。はいは一度でいい。困りますわ。
鍋では売りが一つ足りないことになりますわ。スタートの時点で武器に差があるというのは好ましくありませんもの。ねえねえ、この子の名前は？1号。それではこの子は2号だ。これは4号だ。3号はあそこにいる。もしかしてここにいるすべての子を番号で呼んでいるのですか？覚えやすく呼びやすいからか。覚えやすくても全然可愛くないもの。ことこの件に関しては承服しかねる。異議を申し立てさせてもらう。異議を聞かせてもらおう。あまりにも愛がない。番号で呼ぶなど囚人と同じ。こう言いましたね。この子たちのスタッフの一員だと。確かに言えない。同じ店で働く仲間である以上、人間同様きちんとした名前を与えるべきではないだろうか。それがあってこそ対等と言えるのだと私は思う。貴様は黙っている。どの番号はちょっとないと思う。確かに一理ある。では、好きな名前をつけるといい。やった！猫に名前つけてるの見て、羨ましいなって思ってたんだ。この子は、マロ。マロに決めた。でしょ？よろしくね、マロ。この風貌にふさわしい、かっこよく素敵な名前をつけてあげたいところ。素敵なお名前だとは思いますが。生き物の名前ではないわね。さすがにそれはないでしょう。ないない。何言ってんの、お兄ちゃん。名前で遊ぶな。神にでもなったつもりか、この知れ者が。そうですわ、この子はロミオに決めましたわ。乙女趣味の花らしい名前ね。バカにしてますの。いいえ、らしいと言っただけよ。何か釈然としませんが、あなたは今日よりロミオですわ。ワン。私も遅れを取るわけにはいかないな。こういうのは難しく考えるものではない。直感に委ねるとするか。よし、降りてきた。お前は今日から千葉太郎だ。ほら、こっちはつけ終わったよ。お姉ちゃんにちゃんとした名前をつけてあげたよ。先生、そうそう。ならばアントワネットだ。ここはケーキが豊富にあるだろ。だからだ。今日からお前はアントワネットだ。ワン。まあ本人も気に入ってるみたいだし、いいじゃない。さて、私からは以上だ。何かあるか。はいはい、質問いいですか。なんだ。いつ説明あるのかなって待ってたんですけど、本試験っていつからですか。あ、そうね、肝心のことをまだ聞かされていないわ。ごめんごめん、言い忘れてたね。明日からだよ。え、冗談だよね。いや、本当だし。本当だ。両手のともに明日の10時よりオープンとする。驚いた。驚いてくれちゃった。サプライズ大成功。
確かに急な話かもしれないが、何を慌てる必要がある？いや、普通に慌てますって。今までその時のために研修を行ってきた。何ら問題はないだろう。それはそうかもしれないけど、この状況で笑うというのか。健太か。私も健太と同じ考えよ。決まったことに対して何個言ってもただの時間の無駄。限られた時間しかないのならやるべきことは他にあるでしょ。なるほど、そうだよね。こっちの都合なんかお客さんには関係ないんだし、やるしかないよね。腹を決めるしかないようだな。もうどうなったらやってやるんだから。ですね。来てくれたお客様に喜んでいただけるようやれる限りのことをいたしましょう。店内の清掃ね。ビーンズパピーはまだしも、にゃんか亭はしばらく使っていなかったようだし、念入りにした方が良さそうね。ああ、なんかまとまったっぽい。そのようです。あとは彼女たちに任せましょう。そうだね。じゃ戻ろうか。理事長にはしてもらわなければいけない仕事も山積みです。あれ？どこかに行くの？もしかして明日のこと考えて緊張しちゃった？ああ、健太くんはそういうタイプじゃないよね。むしろやる気がありすぎて興奮して眠れないパターンかな。だけど武者修行でいろんなお店を手伝ってるんだから慣れっこなんじゃないの？しいね。それこそ物心ついた時から実家のパン屋を手伝ってたからね。ねえ、私も一緒していいかな、散歩。ありがとう。私も少し外の空気に触れたかったからちょうどよかった。ちょっと待った！二人でどこ行くの？ノノも一緒に行く。もちろんいいよ。私だって健太くんに便乗してるだけなんだし。ありがとうございます、猫花さん。お礼なんていいよ。なんか夜の散歩ってワクワクしない？おお、わかります。わかってくれる？はい。お兄ちゃんと一緒なら問題ないでしょ。付き合ってやるなんて
ずいぶん上から言うんだね。いいよ、そういうのは。お姉ちゃんがいるもん。二人って仲いいよね。本当の兄弟みたい。今は訳あって、少し仲が悪いんですよ。何かあった？ダメだよ、ケンタ君。意地悪しちゃう。嘘だよ。乙女の純情を踏みにじったんだから。鬼、悪魔！ケンタ君。もし何かされたら、私に相談してね。ありがとうございます。お兄ちゃん。喉乾いたからジュース買ってきて。いいから買ってきて。買ってきてくれなかったら、お兄ちゃんの恥ずかしい過去、猫花さんに話しちゃうの？リンゴジュース。え、じゃあスポーツドリンクお願いできる？邪魔者がいなくなったところで大切な話があります。何？ノノ、負ける気はありませんから。え、ああ、試験のこと？違いますよ、お兄ちゃんのことです。前に話してくれた好きな人ってお兄ちゃんのことですよね。え、いや、何のこと？ノノはお兄ちゃんのこと大好きです。もちろん異性としてです。しののちゃん、だから負けません。それだけ言っておきたかったんです。私だって負ける気はないよ。なら勝負ですね。そうだね、しののちゃんにもみんなにも負けないよ。受けて立ちます。帰ってくるの早すぎるよ、お兄ちゃんのアンポンタン。女の子しか参加できない真剣勝負だから、ケンタ君には教えられないかな。すでに伝えている通り、本日より選抜試験の本番が始まる。不安や戸惑いはあるだろう。しかしお客様にはこちらの都合は関係ない。お金を払っていただく以上プロだ。プロならばそれにふさわしい働きを心がけよ。最高の料理、最高のもてなしをもってお迎えし、来てよかったと思っていただけるよう励め。みんなのことはそこのモニターで見てるから、ちゃんと働くんだよ。じゃないと悪い点つけちゃうんだからね。話は以上だ。各自開店準備にかかれ。されてると邪魔だよ。ほら行くよ。オープンまで時間ないんだから、ちゃんと働いてよな。どうぞですわ。どういたしまして。それにしてもよどみのない素晴らしい手際ですわ。随分腕を上げられたのですね。褒めているのか、それともバカにしているのか。貴様に褒められた。評価できるほど、いつから偉くなったのだよ貴様は。犬山さん、同じ店で働くな
同じ店で働く以上仕事に支障は来さないと約束しよう。どれほど苦痛であろうと業務に関わることならば口も利くというもの。当然ですわ。愚問だ。ですが不安がないわけではありません。何を不安に思う必要がある。メニューには絶対の自信がありますわ。一口食べていただければ虜にできると。しかしそれはあくまでも食べてもらえたらの話。もし持ってなければ。言われるまでもない。ですわね。やるべきことをきちんとやっていればおのずと結果はついてくる。私としたことが弱気な発言をしてしまいお恥ずかしい限りですわ。大変だよみんな。それは終わったよ。それより大変なんだから。落ち着け。一体何が大変だというんだ。なんか店の前に行列できてるんだけど。だからもうお客さんが来てるの。でも本当なの。まだ開店まで時間があるというのに何人も。もの嘘なんて言わないの。見てください、にゃんか亭の前を。理由などどうでもいい。私たちは最高のサービスをするだけのこと。その通りですわ。並んでまで来た甲斐があったと思ってもらえるよう気合を入れましょう。世の美味しいお菓子たくさん作るんだから。お待たせいたしました。本日のケーキセットお持ちいたしました。うん。ああ、セントバーナードだわ。おっきい。だけどかわいい。ああ、癒される。右も左も犬だらけ。犬好きにはたまらないよね。うんうん、本当にね。この子の名前なんて言うんですか。セバスチャンです。なんかわかる。セバスチャンって感じだよね。わかるわかる。あれ、コップ空っぽなんですけど。今継がせていただきます。継ぐ。うわ、面白い。セバスチャンの首から垂れてる樽の中から飲み物が出てきた。これって雪山で遭難した時のあれっぽい。ぽいぽい。すっごい。こんな演出してくれるんだ。写真撮ってもいいですか。どうぞ。やった。これって SNS にアップしても。はい、構いませんよ。お待たせしました、アイスコーヒーです。演出も素敵だけど、このケーキやばくない。可愛いんだけど。型のタルトとかおしゃれ。本日のケーキ、イチジクとチョコレートのタルトです。なんか食べるのもったいない。だけど美味しそうだから食べちゃえ。わあ、美味しい。何これ、こんなの今まで食べたことないかも。本当？そこまで絶賛しちゃう。食べればわかるから食べてみなよ。それもそっか。いただきます。あん、うん、うん、おいしい。
瞬間美味しいってわかるでしょ。なんであんたがドヤ顔するのよ。これあなたが作ったの？いいえ、それはあちらにいる者が作ったものです。あの男の子？あら可愛い。やんちゃ系で私好みかも。へー、あの子がこんな美味しいの作っちゃうんだ。最近あまりいい評判聞かなかったけど、やっぱりこの学園ってすごいんだ。うんうん、来てよかったよね。これはもう常連になるしかないって感じね。ここってテイクアウトもできますか？はい、もちろんです。じゃあみんなに買っていってあげようっと。ありがとうございます。うむ、ご苦労。初日を終えてみての感想はあるか？そんなに混んでたってわけじゃないけど、初めてだから余裕なかったかも。頑張ったんだよ。鼓動とか超早かったんだから。午前中はまばらだったのに、お昼を過ぎたあたりからお客様も増え出して、正直ホッとしましたわ。 SNS を見てきたというお客が多かったな。それってあの時のお客さんのおかげかな。すっごく喜んでくれてたし。今はすぐに情報が広がりますからね。やはり口コミの力は偉大ですわ。だが逆に言えば、失態を犯そうものなら一瞬にして悪評が広まるということ、肝に銘じ、気を抜くことなく仕事に当たらねばなるまい。そうだね、どうせ噂になるのはいい噂がいいもん。あれね、あれは本当びっくりしちゃった。先生方の行った事前の告知が功を奏したというところでしょうか。もちろんそれもあるだろうが、何組かはこの日を心待ちにしていたと言っていた。心待ちですか？毎年楽しみにしていたのだが、突然試験がなくなり寂しい思いをしていたそうだ。この中から世界に羽ばたくパティシエが生まれるのかもしれない。そう思うとワクワクしていたのにと。だから試験の再開を耳にし、いても立ってもいられず並んでしまったと。選抜試験はある種この界隈では恒例イベントだった。今の話にあった通り、毎年楽しみにしている人は多く、例年大盛況を収めていた。それが突然なくなったため、当時は問い合わせが殺到したほどだ。ありがたいな。時が過ぎても忘れず思い続けられるというのは。ですわね。数年分の思いに桃たち答えられたかな。精進に励み、もっと多くの人の耳まで評判を轟かせ、笑顔を広められるよう各自頑張るように。任せといて、お姉ちゃん。先生だ。揃いも揃ってわざと言っているのではないだろうな。そうそう、やれやれ。理事長ならそこにいる。机の下を覗いてみろ。みんなが働いている中、それだけ夢の中とはな。毎度のことながら呆れるばかりだ。毎度のことなんだ。いいか、精進を怠ればこのような怠惰な人間が出来上がってしまう。見てみろ、この締まりのないだらしのない顔を。こうなりたくなければ今を必死に生きることだ。理事長に対してなかなか厳しいですわね。この程度厳しくもなんともない。かけられている苦労に比べればまるで見合わない。相当苦労しているのだな。ともあれ、本日はご苦労。初日としては上々の滑り出しだったと言えよう。
やったね。本日至らなかった点を改善し、明日はさらなる成功を収めてみせますわ。うん、現状に甘んじることなく精進あるのみだ。やる気に満ちているのはいいことだが、本日はゆっくりと休め。くぅ、早くお風呂に入りたい。私もですわ。このままでは汗臭くてかないません。疲労を洗い流すには風呂が一番だな。とりあえず着替えなきゃね。お兄ちゃん、覗いたら殺すからね。にゃんこて、ただいま上がりました。ケンちゃんたち先に上がってたんですね。君たちの働きは見させてもらった。細かなことを言えばキリはないが、初日としては急大点だろう。よかった、一安心だよ。お店楽しかったですね。うん、あんなに喜んでもらえるなんて思ってなかったよ。何を言っているの。私がいるのだから当然の結果よ。さすが誠ちゃん。でも驚いたよね、開店前から人が並んでるんだもの。皆さん、ご近所さんだって言ってましたね。